街バス街バスは、金沢商業活性化センターが、石川県金沢市で運営する、路線バス、金沢ショッピングライナーの愛称である。キャッチフレーズは、買いバス、食べバス、遊びバス。2007年6月より、金沢商業活性化センターと金沢市が、補助金を支出して試験的に、運賃無料で土曜、祝日に運行を開始した。運行は、 西日本 JR バス金沢営業所に委託され、同営業所に所属する既存の一般路線車を利用していた。期間延長を行いながら2008年1月14日まで運行した後、同年4月5日より本格運行を開始されている。試験運行時より時間延長や増便が図られ、一乗車大人100円、小人50円という運賃も徴収されるようになった。 この時から全面水色の車両から遺跡のイ子ズエルガミを奈良山地区の巡回バスとして使用が町バス専用車両として使われるようになった。損失が出た場合には市や商店街が補填することになっていたが2008年度は結果として黒字になった。2009年3月時点では1便あたりの乗客数は約62人で無料運行時とほぼ同数という。 なお、2008年7月の北鉄バス、県六円シャトルの運行開始以降も、道路線の乗客数は大幅に落ち込まず顕著であることが報道されている。2009年春に行われた調査によると、町バスの利用者は、富山県や福井県などの林県をはじめとした県外からの利用者が4割近くを占めているという。2016年1月30日。 運行開始以来の累計乗客数が200万人を突破した。金沢駅を起点としたおおむねラケット上の運行経路となっている。バス停の名称は2021年4月時点。また各バス停の数字は停留所のナンバリングを示す。金沢駅兼六園口、金沢フォーラス武蔵が、辻、大見町市場南町、小山神社高林坊台は、 アトリオ片町、建町建町広場本田町、影木座、鈴木大雪館、金沢21世紀美術館、県道園高林坊東急スクエア、日銀前南町、小山神社武蔵が、辻、金沢エムザリファーレ金沢駅県道園口、金沢フォーラス。ありがとうございます。